こんにちは、ベクトゥール・リスケルディエフと申します。メルカリ R4D のシニアリサーチャーでヒューマンコンピューターインタラクションチームのリーダーを務めています。この動画では HCI 研究の重要性と皆さんのユーザーエクスペリエンスを改善させるために私たちがメルカリで何をしているのかについて紹介します。まずは歴史から少しお話ししましょう。前世紀以降、コンピューターは部屋の大きさほどある特殊な機器、要するに大型の計算機から小型のパソコンへと進化し、そして現在では携帯電話となりました。初期のコンピューターは単一目的のタスクを処理できるよう設計されていましたが、現代ではあらゆることを少しずつ処理できるように作られています。例えばラジカセ、電卓、メモ帳など、今では携帯電話に入っているあらゆるものを集めた有名な写真があります。一つのデバイスにこれほど多くの機能が入っているととても混乱しそうです。それなのになぜ私たちは日常的にいとも簡単に携帯電話を使いこなせるのでしょうか？その答えはヒューマンコンピューターインタラクションにあります。ヒューマンコンピューターインタラクション、略して HCI はコンピューターと人間の日常的な相互作用や周囲の現象を研究する分野です。 HCI 研究は最初のパーソナルコンピューターが普及し始めた80年代初期に広く普及しました。それ以来この研究分野はコンピューターサイエンスや心理学、人間行動学、デザインなど様々な分野の知識を網羅しながら成長しました。 HCI 研究分野の大きな関心事の一つは、私たちが日常的に使用しているアプリケーションやコンピュータ、スマートデバイスなどといったユーザーインターフェースを年齢や性別、身体的能力に関わらず誰もが利用しやすいものにするにはどうしたらよいかということです。アクセシビリティ、つまりアプリやデバイスなどの製品デザインを何らかの障害がある人が使えるようにするという観点から考えることもできますし、もしくはインクルーシブなデザイン、つまり障害、年齢、性別などに関わらずできるだけ多くの人が使えるようにするという観点からも考えることができます。メルカリに関してはアクセシビリティが HCI における重要な課題となっています。これほど多くのお客様を抱えるサービスでは、多様な人々に対応し、すべてのお客様が同じような経験をできるようにする必要があります。さらにアクセシビリティに関する課題の多くは簡単には解決できません。それぞれが非常に複雑なものであり、身体的状況、時間、状況背景など多数の要素が絡んでいるからです。だからこそ私たちの研究はメルカリサービスの改善だけでなく、インクルーシビティを念頭にこれからのプロダクトを構築していくにはどうすればよいかを理解するにあたり、良いヒントとなるのです。最近の研究内容について一例をご紹介しましょう。昨年、私たちは目の不自由な方がどのぐらい e コマースを利用しているかを調査しました。調査結果によると、回答者の約 90% が少なくとも時々 e コマースを利用しています。彼らは食品や飲料、電子機器、趣味など様々な商品を購入しています。そして様々な問題に直面しています。ウェブサイトやモバイルアプリに関する問題、例えば商品の写真や商品詳細には画面読み上げ機能が使えず、購入しようとしている商品の状態や色、そして形さえもわからない方もいらっしゃいます。これはオンライン上で見ている時もですし、実際に商品を受け取った時もです。そのうち比較的取り組みやすい問題もあります。例えばウェブページのアクセシビリティだと、デザインに関する国際的な基準を定めている団体、ワールドワイドウェブコンソーシアムがあります。ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインというテキストや色、その他ウェブサイトのパーツをアクセシブルなものにするための推奨要件を提供しています。他にも出品者に良い写真を撮る方法を教えたり、目の不自由な人が購入した商品を開けるための支援をしたりなど、些細な問題もあります。そういうわけで、今年実施しているユーザー調査では、顧客と顧客、つまり C2C のインタラクションにおいてどのような設計上の工夫が可能なのかを知ろうとしています。またそれによって視力が弱いお客様が抱える課題に対してどのような取り組みができるのかについても理解したいと考えています。例えばメルカリサービスはソーシャルの側面が非常に強く、売り手や買い手になるであろう人とコミュニケーションを取ることはプロセスの中で重要な位置を占めます。初期段階の調査では
目の不自由な方が梱包や出品物の状態を判断するにあたり、外部の支援を利用できることが分かりました。そのようなサービスはすでに存在しています。モバイルアプリの Be My Eyes はその一例で、目の不自由なユーザーがビデオ通話でボランティアとつながり、助けを求めることができるサービスを提供しています。そこで私たちはメルカリのエコシステム内で類似サービスを提供できないかと可能性を探っています。例えば梱包や出品物の確認を手伝うコミュニティ主導型のサービスです。もちろんそのような機能が役に立つかどうかはお客様に試してもらい、フィードバックをもらう必要があります。そのため HCI チームは新しいインタラクティブデザインのアイデア、またはプロトタイプの作成にも常に取り組んでいます。昨年から Amazon Alexa や Siri のような音声アシスタントを使って買い物をサポートするなど、いくつかの機能について検討を行っています。そしてメルカリ社外の HCI 研究者とも共同して C2C のユーザーインタラクションの再設計に取り組んでいます。例えば AI と会話して出品作業をより簡単にする方法を研究しています。彼らは拡張現実やメルカリでの販売方法を理解することで消費習慣を身につけることができ、混乱を減らすことができるでしょう。当然のことですが、私たちの研究は仲間がいなければ遂行できません。私たちはイベントやワークショップ、出版物を通して学術界と産業界双方の HCI コミュニティと継続的に関わっています。もしあなたがアクセシビリティや HCI について興味をお持ちなら、ぜひ ACM SIG CHI などのコミュニティや ACM SIG アクセス、ACM SIG ラフなどのカンファレンスをチェックしてみてください。また一般公開のシンポジウムを来年早々に開催する予定ですので、どうぞご期待ください。私たちのブログや研究内容などはこちらでご覧いただけます。私たちの取り組みに興味をお持ちの方、もしくは何か手伝ってみようと思われた方は、ご遠慮なく連絡ください。本日は R4D の HCI チームからベクトゥールがお届けしました。皆様ご覧いただきありがとうございました。